阪神、ドジャースに次ぐ人気球団だった。こちら2024年シーズン観客動員数、阪神とドジャースのみ4万台となっております。観客席増やしたらもっと入りそう。あと1球、あと1球。っていうか NPB すごくね。アスレチックスは独立リーグかよ。NPB はコスパいいよね。甲子園は10万人収容に拡張しても埋まるやろな。週末はエンゼルス以下のチームおる。オリックスめっちゃ頑張ってるな。エンゼルス人気ないってバカにされてたけど、千賀のメッツより人気あるじゃん。エンゼルスの試合見てる人って何を楽しみにしてるんや。人気なら放映権料ビジネスで大谷獲得できるやろ。関西ローカル地上波に安く売ってたら金に並んで。アスレチックス去年より入ってるんじゃね。フィリーズってドマイナーな球団なのに人気なのか。韓国もまあまあ入っとるんやろ。韓国はアマチュアの木製バット矯正からの単打慢増化やちょっと前の八百長問題で動員死んでたんじゃなかったっけ。ご視聴ありがとうございました。